いちこです。今日は2022年8月14日日曜日です。高松は朝から晴れで、予報では曇りから曇り時々晴れになりました。現在午前10時半の温度は33度をスマホで表示しています。雨が一向に降る気配がありません。非常に蒸し暑いです。この2、3日、夜の月はまん丸です。たまには夜空を眺めるのもいいですよ。さて、動画は昨日の続きで高松市林町へに行く道中です。読み上げは昨日の続きからですが、世界平和統一家庭連合で記事が非常に長いため、ピックアップして読み上げます。今回は経済活動です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。世界平和統一家庭連合出典フリー百科事典ウィキペディアより経済活動。統一教会では資金調達は罪深いサタンの領域から罪のない神の領域への合法的な金銭の移動と考えられている。それは勧誘活動とともに非常に儀式的な活動であり、多くの人に相手がその霊的意義を認識していなくても復帰に参与する機会を与えるものと考えられていた。韓国と日本での商業上の関心は工業分野で多様化し、鉱山、建設、製造、製薬を含んでおり、韓国やブラジルで相当の大きさの不動産保有地を手に入れている。また海域への関心もあり、いくつもの漁業事業が設立されている。統一教会のこれらの幅広い企業活動は、単に利益を得るためだけではなく、ムン・ソンミョンを新しいメシアとする世界復帰という統一教会の使命を果たすための経済基盤でもある。日本ではより多くの献身者を出すことが目指され、違法な布教、資金調達活動が20年以上行われた。スピリチュアリティ、霊性を乱用した収奪のシステムは、学においても国際的なネットワークのスケールにおいても非常に大規模で、組織的で高度に計算されたものであった。統一教会元広報局長で世界日報編集局長だった添島義和によると、1975年ムンソンミョンから日本統一教会に送金命令が下り、毎月約20億円、1985年までの10年間に合計約2000億円がムンソンミョンに送金された。これに伴い被害相談額だけで2001年までの25年間で1100億円を超える大きな傷跡を残した。赤旗は、元会員の一人は、幹部が何もせずに贅沢な暮らしをしていることに、裏では不満もあったと証言した、と述べている。信者による莫大な献金は、アメリカ本部に送られ、そこから世界各国の統一教会に流れるが、ジャーナリストの米本和弘は、韓国に最も多く送られており、使い道は関連施設費、土地購入、建設費、新規の事業投資と赤字補填に充てられていると述べている。2009年に日本統一教会の会長徳野英治が、印鑑や風水など霊が絡む物品販売の禁止、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に、した、献金の禁止、ビデオセンターに勧誘する場合は統一教会の名前を明示すること、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励、勧誘行為をさせない、という、これまで社会から批判されてきた問題点の一掃を目指す新方針を示した。この統一教会の動きについては、警察を意識した通達文に過ぎないのではないかという意見もあるが、ジャーナリストの米本和弘は、韓国統一教会員の話として、2008年に新潟で統一教会系企業の社員が逮捕され、1983年の青森事件以来の教会員の逮捕である。それをムンソンミョンに報告した際に怒りを買ったことを紹介している。2008年、
ムン・ソンミョンの息子でハーバード大卒のムン・グクチンが日本担当になり、各企業の役員に民間人を入れ、横領などを繰り返した腐敗幹部を一掃、協会員役員をリストラするなどの改革を行い、万年赤字であった朝鮮人参販売会社の一話を黒字転換するなど、統一協会系企業を次々再生させている。この改革で日本からの献金を赤字補填に充てる必要はなくなったが、2009年時点では日本の信者への献金要請は続いている。1996年から韓国を中心にするこれまでの方針を転換し、南米に地上天国のモデルを作るとして、ブラジルのジャルジンとパンタナールに未開発の広大な土地を買っている。関連企業や関連団体。詳細は、統一教会関連の企業と団体を参照。世界キリスト教統一神霊協会の財産を管理するため、1963年に世界キリスト教統一神霊協会維持財団が設立され、そのもとに多くの企業を擁している。韓国では財閥の一つとみなされ、系列企業は統一教グループと呼ばれ、宗教としてより統一系企業の方が有名で、ムン・ソンミョンは事業家としてのイメージが強いという。ムン・ソンミョンの親族がそれらの企業の幹部になっていることもある。漁業事業の一つトゥループ・ワールド・クーズ社は、アメリカ最大の寿司用魚の卸業者で、アメリカで 75% のシェアを持っているという報告、2006年もある。2021年には8300以上の顧客を持ち、寿司レストランの7割から8割の食材供給を担い、年間で500億円もの年間売上を誇るなど、名実ともにアメリカの寿司産業界を支配している。赤旗は、日本では霊感商法に関する社会の追求をそらしごまかすため、霊石愛好会や天地正教といった仏教色の強い団体を作っていたと述べている。また赤旗は、系列企業は普通の企業を装い、和服や不動産の売買など多様な経済活動をしていると述べている。以上で、読み上げは終了いたします。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸
多からんことをお祈りしております。